皆さんおはようございます。キューニー F です。今回世話するクワガタは国産ミヤマクワガタです。昨年産ませた後、冬は経験させずに14度のワインセラーで、春まで飼育したグループになります。冬を経験させ活動を抑えたグループと比べてみたくて、あえてワインセラーで飼育してみることにしました。14度という環境でどのように成長するのか、今回体重を測って見てみることにします。今回交換する幼虫は全部で5匹になります。早速交換していきましょう。まずは1匹目。三齢になりたてでしょうか。まだ喜ぶほどの大きさではないように思えます。頭の雰囲気はオスっぽいかなって思います。6グラムでした。次行きましょう。2匹目です。これも見た目はオスだと思います。9グラムでした。先ほどより少し大きめです。3匹目です。これはメスっぽい気がします。気になる人は先ほどのオスと違いを見比べてみてください。今回は卵巣も見えているみたいですね。ということでこれはメスです。5グラムでした。普通ですね。次、4匹目です。メスか。メスやね。頭はメスっぽいです。8グラムでした。これは大きいんじゃないかな。40ミリ超えるのは9グラムとかなので、多分大きいと思います。多分です。間違ってなければ。ラスト、5匹目です。見た目はオスです。
7g でした。オス3匹、メス2匹でちょうどよく分かれた感じです。今回、屋外で飼育して休眠期間を作ったグループと、低温で微妙に動ける環境下で飼育したグループとでは、違いが分かりませんでした。もう少し長い期間で比べてみないと分からないって感じですかね。このグループは、引き続き14度のワインセラーで飼育して、成長に差が出るのかを見比べていきたいと思います。正直、深山の飼育は何が正解か不正解かよくわかりません。せっかく動画で公開しているので、いろいろと試してみながら、飼育を楽しみたいと思います。まずは、当面の目標として、動画内での70ミリ超えと20グラム超え、出せたらいいなと思います。今後の成長が気になる人は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今後の動画作成の励みになります。この夏も、深山を取ってきて、飼育する予定です。自己採集した深山を大きく育てるのは、一番贅沢な飼育方法かなって、思いながら飼育を続けていきたいと思います。